ライブスタンドは、吉本興業が企画制作、ロッキングオンが運営するお笑いのライブイベントである。2007年から2010年まで東京と大阪で開催されていた。ロックフェスティバルをお手本に、複数ステージで同時進行する日本最大規模のお笑いフェスティバルであり、吉本興業所属はもちろん、および吉本興業以外の人気芸人が多数出演する。 芸人のネタ見せのほか、吉本芸人がレギュラー出演する在京キー曲制作番組の舞台版もイベントとして行われる。これらのステージは舞台のみの特別版で、最後までテレビ放送されたことはなかった。ライブ自体の中継は、第1回から吉本ファンダンゴ TV でメインステージが生中継され、メインステージ以外のライブも録画放送されている。 第2回の東京公演は2008年5月23日深夜にワウワウで放送された。4年目となる2010年はこれまでのゴールデンウィークから夏季に移行し、東京では7月17日から19日までの3日間にわたって開催された。しかし5年目となるはずであった2011年はゴールデンウィークは東日本大震災の影響で開催できず、 事実上開催終了となった。その代替イベントとして、吉本ワンダーキャンプ東京ラフピース2011が開催されたものと思われる。2010年7月19日公演で270人の芸人が出演し、同日にギネスワールドレコーズにより、1日で最もたくさんの芸人が出演している世界一のお笑いイベントとしてギネス認定された。なお、席は、 スタンドイコール立つの通り、立ち見席しかない。第一回の開催にあたって、吉本の芸人が出演する番組の多くで告知が行われた。その中で複数の芸人が、チケットの売れ行きが良くないことを明かしていた。動員数、工業収入ともに目標には達しなかったものの、立ち上げたばかりのフェスとしては、それなりの結果を残した。 吉本所属の芸人が多数出演しているものの、冠番組を多数持つ司会者と、お笑い芸人づくみが未出演である。そのうちの一人である、アカシアさんまは、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、ヤングタウン土曜日で、間で勝負する芸人が、音響機器で、間のずれる、広い施設では、お笑いイベントを開催すべきではないと未出演の、理由を述べている。 ダウンタウンの松本人氏は第1回の開催の告知が自身の番組内で行われた際に参加したくない、やるべきではないイベントと発言している。新型インフルエンザの影響で中止となった。4月28日、4月29日、4月30日。 その他東京4月26日4月27日4月29日大阪11月22日11月23日東京7月18日7月19日7月20日大阪7月18日その他たくさんのステージに分けられているライブスタンドでは在京キー局のバラエティ番組の舞台版が行われている以下その番組ありがとうございます